池崎さんあるあるが聞きたいです。池崎あるある。池崎は朝起きた時にパジャマをバーリって破いて起きるが、うわーって思ってビリビリ破ったやつを塗って直しがち。池崎あるある。仕事に行く時に激しく窓をガシャンって割って出るけど、出ようとするが窓が硬くて弾き返されて玄関からちゃんと出て行きがち。一個じゃ真面目なやつ。行き先あるある。車に財布忘れがち。よくあるな。ある、車への忘れ物めっちゃめんどくさい。本当にめんどくさいよね。